すごいぞこのチャーシュー、こんなでかいんだよ。男の欲が全て詰まってんのよここに。おばあすきです。今回ですね、僕が来たのは二郎系、めっちゃおすすめの二郎系ラーメンです。二郎系ラーメン食べたことあるかね、三島。俺はあんまり知らないんだけど。二郎系ラーメン、俺はね、数々いろいろなところに行ったんですけども、今回イカズチ、ここ、これ雷と書いてイカズチと呼びます。イカズチ、なるほどね、これマジでうまいから、ここに、これマジでうまいから、ちょっと行ってみよう。おう、着いたね。見てよこれ、めちゃめちゃこれでかいね。いやもうでかいよ、もうチャーシューもめちゃでかいからね。チャーシュー本当にでかいじゃんこれ。めちゃでかい。あとこれ野菜、これ何、これ野菜よ、野菜。これ上が油、ニンニク、これはすごいよ。男の欲が全て詰まってんのよここに。確かに詰まってんの。これ二郎よりでかいよね。二郎、うん、同じぐらいじゃない。二郎の、うん、あの一番でかいやつ同じぐらいでかいじゃない。でもこれなんて言ってもさ、うん、値段ね、値段880円。なんなのそれ。1500円ぐらいだと思った正直。いやそのくらいの見栄えだよね。そう、あのこんなあるんだからさ、うん、880円ってさ、ちょ心配になるよね。やりすぎだよね。確かに安すぎる。それは俺はもう1000円取って全然いいと思うんだよ、ね、確かに全然取れる。じゃあいただきます。ね、これね、まずそのまま食べると全部崩れちゃうから、ちょっとだけ分けます。じゃあ移転完了したから食べるね。まずチャーシューから。すごいぞこのチャーシュー、こんなでかいんだよ。いやマジでこれは相当でかい。これチャーシュー増しとかじゃないからね、もうデフォルトでこれだから。デフォルトチャーシューでそれでしょ。あれ重すぎてだって落ちちゃうんだもん、ね、ちょっと支えながら食べる。ステーキじゃんそれ。いやいや本当だよ、ね、ステーキだよな。ほんと子供これ一番食ったらお腹いっぱいよ。だよね。食べ応えやばい。しっとりでしょ、なんか。いや、しっとりというよりかは、うん、結構噛み応えが。ああ、そうなんだ。うん、がっちりしてる。あの溶けるタイプじゃなくて、もう肉って感じなの。なるほどね。肉って感じなの。うまい。うまい。味がめちゃめちゃ染み込んでる。あ、それは嬉しい。めっちゃ染み込んでる。で、普通の二郎系とかと違うところは、うん、この野菜、上に乗ってる野菜が炒められてる。あ、茹でてる、茹でてるんじゃないんだ。茹でてない、炒めてる。あ、だから、あの最初さ、野菜食べるじゃないですか、まずは、うん、で、その時にやっぱ茹で野菜だと、まあ味が薄いからこの辛めとかをさ、足すんだよ、二郎系って。けどこれはそのままで美味しい。あー、なるほどね。これだけで、ちゃんと炒められてるから、うまい。歯ごたえはちゃんとあってね。うん、そう。麺、あげちゃうよ。うわー、待って、すごいね。めっちゃ太いじゃん。極太なんだね。もう、あっつあつ。うまもん。うまもんだよね、これ完全に。完全にこれうまもん。うまっ。これたまんないわ。これね、全部味がこうしっかりついてて全部うまい。野菜もうまい。いや、炒められてんのはめちゃめちゃ嬉しいね。うまいうまい。味がちゃんとついててさ、もう野菜炒めみたいな感じでしょ。そう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 。あ、それ嬉しいわ。野菜炒めみたいな感じで、シャキシャキ、シャキシャキとしなしなの間。あー、なるほどね、うん、シャキシャキでもないし、しなしなでもない、こう、いい塩梅。一番嬉しいわ、それ。一番嬉しいやつ。
キイチってさ、本当ラーメン以外の野菜取らないもんね。うん、だって俺、二郎系以外のさ、うん、野菜食わないもんね。二郎系以外のラーメンで、うん、取れよ、ちゃんと。いや、それ以外食わない。いけるんだ。すごい、迫力がすごいよ、もう圧倒される。なんかもう滝見てるみたい。すごいよ。うまいね、うまいね、うまいね、おいしいね。本当にうまいでしょ。本当にうまい。うん、嘘じゃないからね。最高でしょ。うまい、最高にうまい。うまいね、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 うまいね。本当にうまい。おいしいでしょ。本当にうまい。いや、油断しちゃダメだから。うん、撮ってるからね、これ三脚立てて素で食べてた今、うん、ちゃんとね、構えて素で食べてた。チャーシューラスト。ラスト悲しいね。今野菜、今、うん、野菜を、うん、乗っけて最後普通に食おうと思ってた。じゃあ最後もやしで隠れてるじゃん。うん、いやそれがうまいんだよ。ああそうなの。こういう風にしたんだよ俺。あ、わざとなの。うん、わざとだよ。うん、最高。全部食べました。すごいわ。これ相当量多かったけど。相当量よ。あと何杯いけんの？あ、リアルだと2。リアルだと2。うん、これで元々がこれラーメン3杯分ぐらいあったからね。だって9杯ぐらい食えんじゃん。まあ確かに否定はできないわ。うんうん、全然食べれるけど、普通の人はね、麺少なめとか。野菜少なめってやれば普通にこれとして美味しいから。確かに確かに、うん、本当に美味しいから、ちょっとあんまり量に自信ない人は少なめってオーダーすれば少なくしてくれるから、それが一番いいと思う。いやこれみんな何これ、ぜひこれ食べてほしいね。これはぜひこのセカンドインパクト気になった方、イカズチさんなんで、イカズチ雷と書いてイカズチ、雷と書いてイカズチ、ぜひちょっと一回来てみてください。で、あと他なんかおすすめの店舗もしあったらコメント欄でお願いします。